はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、今日は、ね、新聞の記事の就活、もう大手さんはほとんど終わったんですかね。今は中小企業さんとか今これからなんじゃないですかね。中小企業で働く利点っていうね記事がある。私も中小企業なんですけど、まあ、ほとんど、まあ、知らない、学生なんか知らないんで、名前の知ってる大手企業さんどうしてもね行きたくなります。それはわかります。で、中小企業行ったらこうやっぱり大手より大丈夫かと思う。結構でもね、中小、今は大手さんでは厳しい時代ですけど、中小企業さんで本当安定した会社に入るとね、非常にいいかと思いますけど、まあ、中小企業で働くメリットっていうのは、多くの仕事を任されて早い成長が望めるね。まあ、それから社員同士の関係近く、風通しがいい、経営感が身につきやすいっていうのがこうメリット、新聞書いてあることですよ。それから、まあ、経営の安定性に、まあ、注意して、くださいと。まあ、中小企業の場合はその会社がどういう会社かというのをよく吟味して調べると。それから、社長の考え方に共感できるかというのを確認してくださいと。こう説明会でね、就活のね。それから、大手がダメだから中小という意識ではなかなか内定が得られないですよと。意外にね、本当僕思います、頭のいい人は、まあ、大手に行くのももちろんいいですけど、中小企業を狙って初めから行って、そこでこう自分のスキルを上げていくっていうのを一つの方法。そこからまた自分が上げていったら、またね、今最近やったら、まあ、転職することも可能でしょうしね。そういう方法もあると思いますけどね。そういうことですね。まあ、ぜひ中小企業の方のね、就活も活発になってほしいなと思います。今日の松尾修造のこれ知ってます、中小企業の就活でした。どうもありがとうございました。こんな会社行きたくないって言うとあかんが、いい会社ね、うちの会社ほんまめちゃくちゃびっくりしますよ。ありがとうございました。カミカミやけど。